こんにちは。今回はこちら3色でエコバッグみたいなの作っていこうかなと思います。いつもはしっかり太めに、2本取りでバッグを編むことが多いんですけど、今回は1本で編んでいこうかなと思っています。だからね、結構果てしない作業にはなると思うんですけど、ちょっと大きめで作りたいんで、この色で作っていこうと思っていて、前回ね、このカゴの色の入り方がすごい可愛かったなと思って、こういう色ってね、ちょっと使いにくいのかなと思ってたんですけど、前回こういう風にやってみてめちゃくちゃ可愛かったんで、これはね、このベージュではないんですけど、これはパティシエっていうダイソーの200円商品の糸を、パティシエなんですけど、違う色のパティシエを2色混ぜて2本取りで編んでるんですね、これで。そのパティシエをこの間に挟んで編んでて、で今回はこのベージュが中に来るって感じですね。このなんていうんか、黄色、ベージュで、またオレンジでベージュみたいな感じで進んでいきます。なのでね、ちょっとね、この入れ方は同じなんですけど、雰囲気は全然変わるなっていうので、ちょっとそういうところも見ていきたいなと思うので進めていこうと思います。で、ちなみにこれがね、ニューアクリル並み太、カラーナンバーが84番、アクリル 100%、 30g、 49m 入ってます。で、かぎ針が5号から7号ですね。で、こういうのとオレンジ、色がめちゃめちゃ綺麗ですよね。カラーナンバーが73番、で、こういうのと、で、ベージュ、これはカラーナンバー90番、で、こういうのですね。この明るいのにちょっと落ち着いた色を混ぜて、こう全体的に落ち着かせるみたいな手法でやっていきます。で、前回残ってた糸がこれだけあるので、ここから使っていこうかなと思います。前回は2本取りでしたので、1玉ずつを取ってやってたので、オレンジが2つずつん、オレンジ2つ、黄色が2つあるんですけど、これから使っていこうかなと思います。で、かぎ針の号数が、5号から7号で書かれているので、指定通り7号で編んでいこうかなと思っています。で、これね、ちなみに、全部ね、作業、編み物するときに使うもの全部ここに入れてるんですね。これはヤーンボール。この中に糸玉を入れて、これでもいいと思うんですけど、この大きい、ビニールテープとか使うような時期になってきたら、これもありかなと思うんですけどね。これでも十分使えるんで。で、その中に全部すくってるものなんですけど、これはいつもの、このハサミとか置いてるものを引いて、このままごっそりね、こうやって出して、こういう風に出して、全部こぼれた。こういう風に使ってます。で、使わないときはこうやって直して置いてます。で、これも全部作ってますね。いろいろ、動画が探せたら、こういうのもリンクを貼っておこうかなと思います。で、かぎ針はね、作ってたんですよ。かぎ針ケースみたいな。でもちょっとグニャってなるので、このマグカップ、これ使ってます。やっぱりこういうのしっかりした方がいいかなと思って。こんな感じで、進めていこうかなと思います。長方形の底で、だいたいこれぐらいなので、これぐらいの大きさの幅で、中心をって思ったら、ちょっとイメージしてみるんですよね。これぐらいで鎖編みをしてっていうところで始めていこうと思います。ここは好みになると思うので、好みの長さで作っていただくといいかなと思います。7号で始めていきます。どの色からでもいいんですけど、ゲットして、ここから鎖編みを1、2、3、4、5、6っていう感じで好みの長さまで編んでいきます。こんな感じで今回は鎖編みを20目で始めていきます。で、立ち上がりを1つして裏返しにして、で、この立ち上がりではない、その次から
裏山を取って細編みを入れていきます。でここでマーカーをつけていきますね。マーカーをつけて始めていきます。でこの裏山をずっと最後までずっと入れていきます。はい、こんな感じで最後まで編んできました。でここの一番最後のところも細編みを入れて、まあ、いつものように編んでいくんですけど、今回は長方形で、でこちらはね向こう側に1回倒して、あと2つ入れますね。2つ入れるんですけど、いつものようにここは一番最後1つと2つ同じところに入れて細編みで、1個目の細編みの頭と3個目の細編みの頭に針を入れて、ここで増やしていくっていうことでマーカーをつけていきます。であとはここの次からは1つずつ糸を巻き込みながら編んでいこうかなと思います。こういうふうに針を入れて巻き込んで、まあここで糸始末をしていくので、こういうふうに編んでいきますね。これで最後まで編んでいきます。ずっと最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後まで細編みを入れてきました。で一番最後はこの最初の細編みの根元、ここに同じところに細編みを2つで割ります。1、2で手前表を見て引き抜く場合は輪を大きく出して、で後ろから細編みの頭を針入れて、この輪をかけて、でここで1回こう締めて、で引き抜いて、で次はね色を変えていきたいんですね。このベージュ、まあちょっとねここで忙しくなるんですけど、ここでベージュを入れていきたいので裏に糸を当てて、で立ち上がり1つのところで色を入れようと思います。でここでまあこの糸は巻き込んで編んでいこうかなと思います。でオレンジは置いておいて、まあね、この一段ずつ変えるのが楽しくてよくやるんですけど、で一番最後のこの細編みの頭、ここに針を入れて、まあ、ここは巻き込んで編んでいこうと思います。で一つ入れたら最初の細編みの頭ということで、またマーカーをつけて始めていきます。で次はちょっと入れてないんですけど、同じところに細編みを3個こう巻き込みながら、同じところに細編みを3個2、3で3個したら必ずこの3個の間のところ2個目のところにマーカーをつけてこう進めていきます。そしたら次の段、ここに来た時に増やし目だなっていうところで、ここでこのマーカーがついているところで同じところに3目入れて、で3目入れたら必ずまたその真ん中のところをマーカーして、その繰り返しでずっと広げていきますね。で何も入ってないところをこういうふうに1つずつまた取っていきます。でこの糸はこの糸がある裏に当てながら巻き込んで編んでいきます。というふうに、ちっちゃい編み目もねめちゃくちゃ可愛いんで編みたくなりますよね。これ編みたくなったので編んでます。これでねずっとマーカーの手前まで一つずつ入れていこうと思います。はい、こんな感じでマーカーの手前まで編んできました。そしたらマーカーのところは増やすので、このマーカーを取って同じところに細編みを3個1、2、3で3個したら必ずこの真ん中にマーカーをつけて進めていきます。まあ分かる場合はつけなくてもいいと思うんですけど、で次は1つ、ここは落としがちなので、ここは1つあるので1つは1つ取って、何も入ってないので、で次はマーカーが入っているので同じところに細編みを3個1、2、3で3個入れたら必ずこの3個のうちの2個目、ここにマーカーをつけて始めていきます。こ
それでね、ちょっと広がってますよね。こういう風にずっと広げていきます。この角でずっと広げていってますね。で、あとは一つずつこういう風に取っていきます。で、またマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前まで編んできました。で、この段だけ一番最後のこのマーカーでもあり、増やすところでもありっていう目です。一番最後なんですけど、一番最後に細編みを3つで終わります。1、2、3で、一番最後のところにマーカーをつけといてもいいですね。で、ここはちょっとね、グレーが今なくて、まあ、白になるんですけど、3個の真ん中、ここにもマーカーつけとこうかなと思います。それで手前裏にして引き抜く場合は手前から向こうに針を刺そうと思います。その時にこの糸は巻き込んで一緒に立ち上げていきます。この後もずっと使うので、まあ、使わない時は巻き込まなくてもいいんですけど、で、引き抜いて、で、立ち上がり一つのところでまたこの黄色を入れていこうと思うんですよ。黄色をこういう風に取って手前、まあ、ここからはね、すごいぐちゃぐちゃってなっていくんですけど、ここで立ち上がりを一つして、で、裏返しにして、で、このマーカー入っているところ、ちょっとややこしいんですけど、ここは一番最初ですね。ここに針を入れて、で、まあ、この黄色は巻き込んで編んでいこうかなと思いますね。ここに一つして、最初っていうだけなので、で、ここにマーカーをつけて始めていきます。で、次はここグレーなんですね。ここに針を入れて、同じところに細編みを3個、1、2、3で、3個したら必ずこの真ん中にマーカーをつけて進めていきます。この繰り返しですね。で、ずっといったら、またここで同じところに3目入れるんだなって、3目したらその3目の間を取って、間を取ってっていうか、その3目の間にマーカーを入れて、その繰り返しでずっとこう広げていきます。で、何段増やしましたっていう感じでお伝えして進めていこうと思います。可愛くなりそうですね。それで編んでいきます。はい、こんな感じで編んできてました。で、結局 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 10段編んできてます。で、ここでサイズを測ってどれぐらいかっていうのを測って進めていこうと思います。横幅がだいたい 25cm で、縦が13.5cm ぐらいですかね。何か参考にしていただければと思います。で、ここからはこの感じで、まあ、ずっとこの順番で側面を編んでいこうかなと思ってたんですけど、まあ、ここでね、ネット編みしていったら可愛いんじゃないかなと思って、より軽く、より畳みやすく、あのエコバッグとして使えるかなと思って、まあ、このままでもね、まあ、あんまり変わらないかもしれないですけど、重さ的にも、まあ、ネット編みをちょっとね、編んでいこうかなと思ってて、で、ネット編みしていくところで、まあ、鎖編みでずっとつけていくんで、まあ、この色変えがね、大変かったなって思うし、まあ、ずっとこのベージュで編んでいこうかなと思います。そこだけこの色でっていうのも可愛いと思うので、まあ、すごいね、いろいろ変わるんですけどで、今立ち上がり一つして、ここはもうカットしときますね。もう使わなくなるので、まあ、ちょっとだけ使いましたね。オレンジと黄色、あとはもうずっとベージュだけで編んでいこうと思います。を外しといて、立ち上がり一つして、で、裏返しにして、一番最初のところ、ここに針を入れて細編み、細編みから始めます。で、鎖編みを1、2、3、4、5して、一つ飛ばして、次で引き抜き、で、また鎖編みを1、2、3、4、5でして、一つ飛ばして、次。はい、こんな感じで編んできてたんですけど、まあ、だいぶここまで時間かかったんですけど、まあ、めちゃくちゃでっかくなりすぎるなと思って、まあ、ここでもまだこういう波があるんで、
だからもうめっちゃでっかくなるから、まあ、ここでねその、まあ、もったいないんですけど、まあ、この最初のところまでほどいてここの三日酢を変えていこうかなと思ってます。なのでねこのほどいたところまでほどいたところでまたお伝えしていこうかなと思います。はい、こんな感じですっきりほどいてきましたもったいないですね、こんなにはんでたんですけど、まあ、しょうがないって感じですね。まあ、ここで立ち上がり一つして、まあ、こうやって細編みから始めるのは一緒です。細編みしてでここから鎖編み 1,2,3,4,5 してで一つ開けて次のところに入れていってたんですね。こうしたことでこうなんだろうなうわーってすぐ広がっちゃうんでここでね目をもう一つ飛ばそうかなと思います。これでねだいぶ変わるんだと思うんですよね。で引き抜き編みをして鎖編みを 1,2,3,4,5 して1,2,3 個目に針を入れて引き抜き、これで1段目飛ばしていってまあすっきりするんじゃないかなと思います。で一番最初の細編みの頭にマーカーをして始めていきます。これでどれだけ変わるかずっと一周最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周鎖編み5を編んできました。で今引き抜き編みで留めてます。で一番最後ここなんですけど一番最後のところは鎖編みを2つして糸をかけて最初の細編みの頭ここに針を入れてで糸を引き抜いて2本で長編みをします。でここでマーカーをしといてもいいですね。ここでマーカーをしてで次は鎖編みをまた 1,2,3,4,5 で、まあ、ここのマーカーもいらないので取っておいてで次のこの穴のところに引き抜き編みでまた鎖編みを 1,2,3 ありゃ3,4,5 ってして穴の中に針を入れて引き抜き、この繰り返しをずっと編んでいきます。でずっと回ってきたらまたここに針を入れる前に2つ鎖編みをして今みたいに長編みをここに入れます。で長編みの頭にまたこういう風にマーカーをつけて、まあ、その繰り返しでずっと編んでいきますね。まあ、ずっとねそれも全部説明してたんですけど、でねちなみにこれ2玉目つなげてるんですね。つなげ方もお伝えしてたんですけど、まあそこもねちょっとつなぎのところは多分出てくると思うんでそこでまあ1玉分でどれぐらい編めましたっていう感じでお伝えして進めていこうかなと思います。まあ、これでね結構いい大きさになると思うんですよね。なんか大きければ大きいほどいいって言ってたんですけど、まあ、大きすぎてもね使いにくいかなと思ったんでちょっとねこれで縮まると思うんでこれで編んでいきます。はい、こんな感じで編んできてここでつなげてますね。一玉分がこれぐらい編めてます。まあ、何か参考にしていただければなと思います。ではねずっと続けて編んでいってで次つなげるときにそのつなげ方をお伝えしてまた進めていこうかなと思います。はい、二玉目これぐらい編めました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11段っていうのかな、だいたい何か目安にしていただければと思います。まあっていうのもここでまあ全部編めてないんですけど11段目、ここで糸をつなごうと思っていて、まあいつものように巻き込みながら編んでいくっていうのもまあちょっとねこの全部が穴みたいな感じなんで、まあ、マジックノットの付け方あのつなげ方をしてました。で今こっちからつながってる糸こういう風に置いてで今から足していく糸をこういう風に置きます。こっちは切れてる方でこの状態であの下にある糸は上に置きます。上の糸の上に置きます。で置いたら次はこう返ってくるんですけど今上に置いたので下にくぐらせます。くぐらせてで次はこの輪っかができているところここを上から下に通します。でこちらはこういう風にしてで反対側
反対側は次逆、上の糸が切れてるのでこの上のものを次は下にくぐらせます。で下にくぐらせて、で下にくぐらせたら次はこういうふうに持ってきた時に2本上に通ります。で通って、次はここの輪っかを下から上に通します。逆のことしてますね。それでグッとして、ここからは切れてない方、こういうふうにスーって引っ張ります。でここでまたグッとね締めながら、ここも引きながら、まあ、これ以上いかないかなっていうところまでグッと締めます。何回か、あら、これで、でここでこの間違えないように切れてる方をカットして、まあ、ギリギリでカットして、でこちら側もギリギリでカットします。これでつなげて編んでいってました。これで、まあ、なくなったらこういう感じで編んでいって、で最後は何玉使いましたっていう感じでお伝えして終わりにしようかなと思います。まあこれでスーッとねなくなっては今みたいなつなぎ方スーッとして続きを編んでいこうと思います。はい、こんな感じで編んできてて、でこの深さがちなみに25段編んできてました。でこうやって斜めに進んでくるんで、あ、こっちかな、こっちに進んでくるんで、まあ、真ん中辺で終わってます。で、まあ、ここでねその持ち手どうしようかなってこういうのはいつも迷うんですけど、まあ普通にねこうこのトートバッグみたいな感じで作ってここに引っ掛けてもいいと思うし、まあこう巾着にして、大きい巾着にして、でこう絞ったところで持ち手みたいなの可愛いと思うんですよね。まあいろいろ思ったんですけど、まあいつもはねこう結構動画を回し出したらこうパッと思いつくんですけど全然浮かばなくて、でずっとねこう止まってるんです。でもなんか一番、まあそうですね、でこのオレンジか黄色をねここに持ってきても可愛いと思うし、まあでもこの色のまま行った方がこう型付きも目立たず、まあ普通な感じで作っていこうかなと思ってるんですよね。まあ普通にしても、まあここをどうするかっていう感じなんですけど、まあ最初は細編みと細編みの間にこう下のところを2つ開けてると思うんですね。この下のとこ、一番最初のところ、だから次こことここを入れるなって思うので、この細編みの間のところはまあ2つ入るなって思うんですね。ここは山なので、なので2つ鎖編みはもうかなっていうところで鎖編みを2つして、まあマーカーはもうこのままつけておこうかなと思います。でここの山のところで細編み、まあ引き抜きをずっとしてたんですけど、一番最後は細編みしようかなと思います。細編みして、でこの次はここ細編みを入れるので、細編みと細編みの間は鎖編みを2つ1、2して、でこの山のところに細編み、これがねどう出るかっていう感じですけど、まあいい感じになると思うんですよね。で鎖編みを2つで、この山のところに細編み、この繰り返しですね。鎖編み2つでこの間を通って、この山のところに細編み、これでねぐるっと一周ここまで編んでいこうかなと思います。はい、こんな感じでぐるっと細編み、鎖編み2つ、細編み、鎖編み2つ、細編みで編んできました。で一番最後のところ細編みしたので、次はここの間鎖編みを2つで終わります。で2つしたら、まあここにこの長編みの頭に引き抜いて、で立ち上がりを1つして、まあいつも通り往復編みで細編み編んでいこうかなと思います。これで、でね、まあ、裏返しにしようか。ここに2つ鎖編みしたところにはこういう風に向きを変えて往復編みで編んでいくので、
細編み1つ目のところにマーカーをつけて、で同じところにもう1つ2つ鎖編みのところに2つ細編みをして、で細編みのところには細編みをして、で鎖編み2つのところは2つ細編み、こんな感じで取っていこうかなと思います。で細編みの頭に細編み、これでぐるっと1周また最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと細編みを入れてきました。でここで114個目細編みを入れて、で最初の細編みの頭に手前から向こうに針を刺して引き抜いて立ち上がり1つ、でここでまた一番最後の細編みを後ろから取って、まあ何段か編んでいこうかなと思います。まあこのまま持ち手を決めてもいいかな。まあ一番最後のところにまたマーカーをつけて、まあ印をつけといて、まあ持ち手決めていこうか。これでちょっと計算していきます。でとりあえずね、その両端を決めたくて、まあ、1回かぎ針を抜いて、でこの底はねこうやって貼って、大体でこう決めます、両端で。ここで、まあ、ここ大体端だなっていうところにマーカーしときます。そしてでちょっと計算します。はい、計算すると全部で114目あって、それを2分割いつも通りして、で57なんですね、片目で。その57をまたさらにこう持ち手をつけていくので3分割します。3分割したら19で決めていこうかなと思います。でここから編み始めていくんで、まあ、この大体、まあ、どっちからいくかってことですよね。裏目を見て始まっていくので、まあ逆算して、まあ難しいな、一回ここでカットしようか。カットして、まあ始めていった方がやりやすいかな。ここで一回カットしますね。こう立ち上がり、まあそうですね、ここで、まあ、立ち上がりを一つしてグッと止めて、で糸をちょっと長めにカットして、でスッと抜いて、まあここはねもう関係なくなるのでマーカーは取っときます。まあ、両端を決めてるんで、この両端で考えていきますね。まあどっちからでもいいんですけど、まあこちら側から、まあいつも通りここは引き抜きっていうことで、ここからね始めていきます。まあ大体のとこですね。でこちら側が手前見えてる方が裏なので、裏に糸を当てて引っ掛けて引き抜いて立ち上がり1つ、で根元からこの糸を巻き込みながら19、今回はここの横を決めていくので19編んでいこうかなと思います。で1つ目のところにまたマーカーをつけて始めていきます。上に巻き込みながら2、3、4、5っていう感じで巻き込めるところまで巻き込んで、まああとは外して19細編みを1つずつ入れていきます。はい、こういった感じで細編みを19編んできました。そしたらいつも通り持ち手を好みの長さで鎖編みで決めていきます。1、2、3、4、5っていう感じで鎖編みで長さを出していきます。はい、こんな感じで今回は鎖編み60で決めようと思います。でこの間を19で開けていくので、この入ってないところから 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 開けるので20目目ここに針を入れて、あとここが1つ目っていう感じで細編みを入れて19編んでいきます。で1回ねここで肩にかけて見てみましたね。まあいい感じで、まあ伸びた状態も考えると、まあ型にいい感じにかかるかなっていう長さです。それで決めていくので、ここから1、2、3っていう感じでつなげて編んでいきます。ここはね、まあ次の今4玉目が終わりましたね。ここで5玉目同じようにつなげて、まあ、ここは巻き込んで編んでいけるので、
まあこういう風にしていつものように糸を足して編んでいこうと思います。で反対側も19細編みをして、ここ19開けて60鎖編み、こちら60したので、で19細編みで最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後まで同じように編んできました。でこういう風に見てみて、まあ長さ合ってるかなって確かめて、合ってるので、まあいつも通り、まあ最後まで細編み入れたので、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がりを一つで、また裏から一番最後の細編みの頭を取って裏返しにして、まあいつも通りの編み方で持ち手をつけていこうかなと思います。でこの持ち手のキワまで一つずつ細編みをまた入れていきます。はい、こんな感じで持ち手のキワまで編んできて、でここが一番最後ですね。最後の手前を取って、で細編みをせずにこのまんま一番最後を飛ばして、で鎖編みの一つ目、ここを上から下に取って、まあここも細編みをせずにこういう風に引き抜いて3本を一度に引き抜く。それで飛ばした上に2目を一つにして、ここで締めてますね。こういう風にすっきりさせるためにこういう風に編んでいきます。細編みが一つになりました。2つ。で次この裏山をこうやって、あとは一つずつ細編みを取っていきます。上からこういう風に取ると取りやすいので、こういう風に取ってますね。まあ、ここはねこういう風に取っていく方が、まあいろいろやってみてこうすっきりするかなと思うので、これでずっと編んでますね。であとこの3点も同じように、この一番最後のところ飛ばして2目1つにしてすっきりさせていこうかなと思います。ではまたぐるっと1周最後まで細編みを入れていきます。はい、こんな感じで1周細編みを入れてきました。で一番最後のところまでしっかり細編みを入れて、細編みを入れたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がりを1つしてから、あと後ろから最後の細編みの頭を刺して、まあ、ね、ここからね引き抜き編みで仕上げていこうかなと思います。まあ、次の段太さを出したい場合は、まあ、次の段も編んで、ここもすっきりしたい場合は2目1つのところを省いて、その両側で2目1つにしていただくとこう締まっていくんで、まあ、そういう風に編んでいていただければなと思うんですよね。明日が回らなくなってきちゃったでここで一番最後のところから引き抜き編みをしたいんですけど、もうちょっとねグッと引っ張りたいんで、ここは飛ばして次のところから引き抜き編みをしていこうと思います。で一番最初の引き抜きっていうことでマーカーをつけて始めていきます。こんな感じで、で一つに対してここは一つ、まあそうですね、これ裏見てるな裏見てるな。ここはねこう私だいぶ編んでから間違えたりするんで、このまんまいけましたね。中表で編んでたんで、ちょっとねややこしくしてたら申し訳ないんですけど、まあ立ち上がりしないでそのまんまいけるので、最初の細編みの頭に針を刺して引き抜いたまま、そのまま次のところに刺して引き抜きでずっと進んでいこうかなと思います。一応この引き抜きのところではない一つ目のところにマーカーをつけて、ここは一つ目ということで始めていこうかなと思います。この確認してからね編んでいくといいかなと思います。いつも私は確認が忘れちゃうんで間違えちゃうんですけど、まあ、だいぶ編んでからねこうほどくのはショックなので、私もまあ今回は早めに気づいてよかったですね。これでぐるっと一周引き抜き編みを入れていきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みを入れてきました。そしたらまあここの1段目引き抜きしたところ、ここは入れずにこのままここで糸をカットして糸始末をしようと思います。こういう風にして、だからちょっと間が空いてる感じになってますね。まあここもやり方がいっぱいあるんで、やりやすいやり方で、まあ
き上がりが良ければまあどういうやり方でもいいと思うんで、こういう風にねしてみて、ここもう一ついるなって思うので、今からこの目を作る感じで最初のこの引き抜き編みのところを下から上に刺して、でここで目を作りますね。でこの出てきたところに戻って、こんな感じで、で、まあ、同じぐらいの目になるように残して、でこちら側が裏なので裏に糸始末をして完成です。そうして、でちょっと返しをして、アクリル毛糸はねもうめちゃくちゃ編みやすいですよね。めちゃくちゃ編みやすいし、めちゃくちゃ糸始末しやすいし、まあ最高ですね。これでまたこういう風に通して糸始末でギリカットして、こちらもこうこういうところはね軽く引っ張って中に緩んでる場合があるのでカットして、で中をね糸始末をしていこうかなと思います。まあ、外きっちりしたので中もしたいなと思って、でここもちょっと冷たいんですよね。でいつものように中心よりちょっと外れたところから始めようかなと思います。でこちら側が裏なので裏に糸を当てて引いてきて、でこのまま次の目に針を入れて、まあ、この糸は巻き込まずに後で糸始末しようと思います。ここで引き抜きを始めていきます。で一番最初の引き抜き編みっていう感じでマーカーしといてもいいですね。それでスーッと一つずつ取って、この手前まで編んでいきます。はい、このギリギリの手前まで編んできました。ここは一番端なのでその手前に針を入れて引き抜きして、まあ普通に飛ばして編んでいこうかなと思います。一番最後飛ばして、まあここも入れないので一番最初の鎖編みのところ、まあ2つ分ぐらい出ることになるかな。ここで引き抜きをして、あとはまた裏山をずっとこういうふうに一つずつ取って引き抜き、この裏山が残っていると思うのでここを取って引き抜き、こうやって一つずつずっとこの最後までまた編んでいきます。はい、こんな感じでもう反対側も同じようにしてきて、でここと一番端飛ばして、で次ちょっと遠いように見えるんですけど、ここに針を入れて引き抜き、であとはずっと一つに対して一つ引き抜き編みを最後まで入れていきます。こういうふうに最後まで入れてきて、でここでまあこのブラーンってなってて止まってないんですけど、こういうふうにまあここはこうして開いておいて、まあ、どうかな、まあ、とりあえず糸はねこの時点でカットしますね。カットして、まあここはね止まっとかないと引っ掛けるのがちょっと難しいかなと思って、これで、まあ、いけるかな、こうやって置いといて糸をこう引っ張っといて、で下から上に針を刺して、またここに一目作るような形で作っていきますね。こうやって、まあ、引っ張りすぎず緩みすぎずみたいなところで、で針を後ろに持っていって、こんな感じかな。これでエラーに返してエラーに糸始末をしていきます。ちょっと手前でこうやって引き抜いといて止めてから糸始末してもいいですね。こんな感じで、まあ、同じ色でやってよかったですね。まあ、こことかはね色を変えるとすっごいガタガタして見えると思うんですよ。なので同じ色に、まあ、色を変えたいところではあったんですけど、まあちょっとねポイントとして、まあ、そこはねこう色を変えてるんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、どこから見てもなんていうかなまあ自分の中ではここに色を持ってきたかったんですけど、まあ結果的に良かったですねっていう話です。でここの緩みも取ってギリギリカットします。でここも糸始末したのでカットして、まあこちら側もね
また目がつぶれないように、ここはこう何とでもなっちゃうんで、まあ、緩まないように詰めすぎず、いい感じの目のところでまた止めて糸します。でこちら側と同じように、詰めたところは同じだけ詰めて、反対側も同じように、まあ、この糸は巻き込んで、巻き込めるところがあれば巻き込んで引き抜き編みを入れていこうかなと思います。で糸始末があれば糸始末も全部して済ませていこうかなと思います。はい、こんな感じでもう片方も同じように仕上げてきました。で糸始末も全部してきましたね。めっちゃ可愛くてめっちゃ大きくなりました。ちょっとねサイズを測って終わりにしようかなと思います。まあそこ、まあ、そこは測ってると思うんですけど、また測っていこうかなと思います。マチが13.5センチですね。まあ横は測ってると思います。でここの高さ、まあこれはねすっごいビヨーンって伸びるんで、まあ伸ばさない状態で測るとって感じなんですけど、この中心部分で29センチくらいですね。で横幅がペタンとした状態でだいたい42センチで持ち手、あ、めっちゃでっかいですね。これはたっぷり入ります。まあ、だいぶ時間もかかったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。この持ち手の内側測っていこうと思います。こうしてこんな感じで測ると37センチで、持ち手の幅はだいたい1.5 センチぐらいですかね。何か参考にしていただければと思います。まあ使った糸は黄色とオレンジはちょっとずつ使って、でベージュは、1,2,3,4 5玉目が、まあ、半分以上はちょっと使ってるのかなっていう感じです。何か参考にしていただければと思います。これもね横めっちゃ伸びるし、縦もすっごい伸びるので、まあね、めちゃくちゃ重たいものは入れれないと思うんですけど、まあその何て言うかな、私は毛糸とか買いに行く時とかはこういうネット編みのものを持っていたりとかするので、まあ、そういう軽いものをたくさん買う時毛糸こんなに買うんかっていう感じですけど、まあ、大体目安としてそういう毛糸とか、まあ、ペットボトル1個ぐらいは耐えれると思うんですけどね。であとはこう軽いものとかそういう感じで、まあ、使ってるうちにいろいろこうこれは耐えれるなとかあると思うんですけどまあなんせねめっちゃ伸びるんで、こうやってこんなに伸びるんで、まあいろいろ使えると思うんですよね。大きいこの毛布とかなんていうんかな、ふわっとしたものですよね。そんなにずっしり重たさがないものは入れれるんじゃないかなっていう感じ。こんな感じでめっちゃ可愛くなるので、まあ、こんなに大きくしなくてもちっちゃいものでもめちゃくちゃこう伸びるんで、なので使えると思うんで、まあ、ぜひ、まあ、こういうところから見て、まあ、こんなにいらないわって方は、まあ、私は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10段編んだんですけど、まあ、それをまあ7段にされるとか、まあ、そういうところで調節してこの幅を決めていただくといいかなと思います。それかね、ここは今回2つ開けたんですけど、もしかしたら3つ開けて編むと、まあ、鎖編み5目で3つ開けてするとまたちょっと変わるのかもしれないですね。まあ、今回はこういうところも編み直してよかったかなっていうところもよかったかなと思います。まあ、そこだけこう色が違うっていうのもポイントがついてよかったと思います。まあ、こういうとこですよね、手作りの楽しさって。なんか好きな色をこう持ってこれるっていうね。でこう畳んで、まあ、ここはね結構芯っていうかそんな芯っていうほどではないんですけど、まあちょっと硬めなので、まあこうは畳めますよね。まあ無理やり感はあるかな。これで通してこうかな。あ、いいですね。こういう感じで持ち手のところがこういう感じで丸く収まるかなっていう。まあこんな感じでこうやって立てて
収納しといてもいいと思うし、まあ使いそうですね、軽いんでそんなところも何か参考にしていただければと思います。めっちゃ可愛いのでぜひ作ってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。